タコの文明は一大帝国という代物ではないだろう。確かにデザイン性や美的要素がふんだんに散りばめられている。屋根は先頭が尖ったものから丸いもの、角張ったものなど多数含まれている。1800年代から現代まで150年から200年を経つが、古さが見られない。同じような建物はアメリカ大陸、アジア、アフリカ、オセアニアまで世界中に広がっている。西洋文明の進出が現地に残した遺物と伝えられるが、そんな人数と技術と材料が見当たらない。すべて現地の遺産から成り立ち、収奪が目的であるため、そんな余裕はないはずだ。だから世界統一文明があり、それぞれ文化的生活と技術が発達したに違いない。1800年代にそれを収奪して作り直した勢力が過去の恨みと欲で作り変えようと画策したが、所詮は騙し、インチキ、嘘の低レベルであり、現在ベールが剥がれ落ちている。要素がふんだんに散りばめられている。屋根は先頭が尖ったものから丸いもの、角張ったものなど多数含まれている。1800年代から現代まで150年から200年を経つが、古さが見られない。同じような建物はアメリカ大陸、アジア、アフリカ、オセアニアまで世界中に広がっている。西洋文明の進出が現地に残した遺物と伝えられるが、そんな人数と技術と材料が見当たらない。すべて現地の遺産から成り立ち、収奪が目的であるため、そんな余裕はないはずだ。だから世界統一文明があり、それぞれ文化的生活と技術が発達したに違いない。1800年代にそれを収奪して作り直した勢力が過去の恨みと欲で作り変えようと画策したが、所詮は騙し、インチキ、嘘の低レベルであり、現在ベールが剥がれ落ちている。